今回は実力隠しアニメを紹介します。はい、どうもしんです。アニメを見てると本当はめちゃめちゃ強いのに弱いふりをしていたり能力を隠してるキャラを見かけます。そんな彼らは実力はバレずに普通に生活したいだけだったり、自らの使命のためだったり、強すぎて本気を出すまでもなかったりと様々です。そんな実は最強キャラが本気を出すとかっこよすぎて面白いので、今回は実力隠してる最強主人公キャラがいる面白いおすすめアニメランキングを15作品紹介していきたいと思います。それでは始めていきましょう。第15位、最弱無敗のバハムート、ルックス・アーカディア。可愛い見た目で人柄もよくモテモテなんですが、無敗の最弱と呼ばれており、その戦闘スタイルは防御に徹し相手のスタミナ切れを待つといういやらしいものです。しかし彼には隠されたもう一つの通り名があり、その名は黒き英雄。漆黒のバハムートを使い、たった一人で1200機の帝国軍を倒すほどの実力を持っているが、その正体を知る者は少ないってことで選んでみました。主人公最強ハーレム好きにおすすめです。第14位、落第騎士のキャバルリー、黒金一騎。生まれ持った魔力量が極端に低いため、ブレイザーとしての才能に恵まれておらず、ブレイザーランクは F、 攻撃力 F、 防御力 F、 魔力量 F、魔力制御 E、 身体能力 A、 運 F と身体能力以外ほぼ全て F ランクで、10年に1人の劣等生と呼ばれる最低の F ランク騎士であり、2つ名はワースト1。そんな彼なんですが、実は人並み外れた努力で得た身体能力と剣技を持っており、魔力なしで A ランク級の実力を持っています。ちなみに使える技は一刀修羅、1日1回1分だけという制限があるが、身体能力を爆発的に強化し最強の力を発揮することができます。決め台詞は僕の最強を持って君の最強を打ち破る。主人公最強ハーレム好きにおすすめです。第13位、私能力は平均値でって言ったよね、マイル。生まれた時から容量が良く成績も優秀だったが、そのためかクラスメートから距離を置かれてしまい、自分の優秀さを嫌うようになった。そんな彼女は子供を助けて暴走トラックに轢かれ異世界に転生することに。そして次の人生は普通に生きたいから能力は平均値でお願いしますとお願いし、次の人生では平均的な能力を手に入れたのだが、古竜や神も含む全存在の中での平均値になってしまい、人間の約6800倍という規格外の能力を手に入れてしまいます。だが本人は普通の人生を望んでいるので、バレたくないっていう感じで異世界コメディ系で気楽に見れる作品です。第12位、魔王学院の不適合者、アノス・ボルディゴート。人、精霊、神さえも滅ぼすと恐れられた魔王の始祖である彼は、実力を隠すというよりもはや全力を出す必要がないほど圧倒的な強さといった方が正しいかもしれないです。ありとあらゆる魔法が使えて、一部紹介すると、転移、蘇生、時間操作、過去改変、そしてリメツケン・ベヌズドネア。その力は断りを滅ぼすというものであり、切れないものを切る、かわしても切られるなど理不尽な力を持っており、もはや意味不明な強さになってます。そんな彼なんですが、強すぎるあまり、俺には知らぬことが2つある、後悔と不可能だ。時間を止めたぐらいで俺の歩みを止められるとでも思ったか、心臓を潰したぐらいで俺が死ぬとでも思ったか、殺したぐらいで俺が死ぬと思ったかと、もはや尻滅裂なことを言うこともしばしばあってかっこいいです。主人公が強すぎる作品が見たい人におすすめです。第11位、ダークアーザンブラック、黒の契約者、ヘイ。表の顔は気弱な留学生だが、裏では冷酷で黒の死神の異名を持ち、強力な戦闘力を有する最強の契約者の一人です。彼の契約能力は電流を自在に操る能力、いわゆる電気系かと思われていたが、真の能力は物質変換、物理法則を完全に無視でき人間に干渉できなくさせるという意味では最強の能力になってます。電流を自在に操るのは、物質変換発動の際に電撃が走ることを利用したものらしいです。能力バトル系が好きだけどストーリーも大事っていう人におすすめです。第10位、働く魔王様、魔王サダオ。異世界の魔王だが、勇者との戦いに敗れ日本に流れ着き、日本には魔力がないため人間の姿でマックでアルバイトをし正社員になることを目論んでいる。そんな彼なんですが、いざという時は魔王モードとなり力を発揮してくれます。2期制作も決定したのでぜひ見てほしい両作主人公最強コメディ作品です。第9位、寄生獣、泉真一、右。泉真一は平凡な高校生だったが、ある晩右手に寄生生物ミギーを宿してしまうことになります。身体能力が向上し、ミギーが右手にいることで片手で車を止めるなど驚異的な力を持ってしまいます。さらにミギーは勉強家で知能レベルも高く、ピンチを乗り越えさせてくれます。伝説のコミックをアニメ化した異色の SF ホラーで、ストーリーが良くてむっちゃ面白いアニメなのでおすすめです。
第8位、新潮勇者。竜宮院政や女神リスタルテによって召喚された勇者で、ありえないほど慎重です。ステータスが高いのに筋トレしまくったり、アイテムを備蓄したり、ありえないほどオーバーキルをかましたりします。さらに慎重すぎて仲間であるリスタルテにもパラメータを公開しないなど実力を隠しています。リスタルテのテンションと後半の展開が素晴らしい顔芸異世界アニメです。タイトルでスルーしてる人はぜひ見てみてください。第7位、サイキクスオの災難。サイキクスオ、胎児の頃から超能力を持っており、本人曰く3日足らずで人類を滅ぼすことができるそうです。さらに超能力なしで高校テスト全科目満点取れるほどの頭脳を持ち、完璧超人すぎるあまり生まれつき全てを奪われた人間と自称しています。そんな彼の能力を一部紹介すると、テレパシーで半径 200m の人の声を聞くことや、サイコメトリーで触れたものに残された思念を読み取る力、マインドコントロールや透視、予知や瞬間移動など、さらに復元能力で7年前まで時を戻すことができるなど、まさにチート級の力を持っています。そんな最強すぎる彼なんですが、超能力者であることを隠すため、人前では超能力を封印し他人と関わることを避けているんですけど、なぜだか周りに癖が強い人が集まってきてしまうっていう感じです。超能力ギャグアニメでテンポが良くて面白いのでおすすめです。第6位、モブサイコ100、影山茂雄、通称モブ。14歳の中学2年生で、無口無表情でおかっぱ頭の少年。成績が悪く運動音痴だが、実は超能力者であり強力な念動力を持っています。さらに感情が爆発し 100% になると驚異的な力を誇り、まさに作中最強です。しかしモブ自身は人生に超能力は不要と考えており、むやみに力を使わないようにしています。キャラデザインで見てない人はぜひ見てほしいギャグ能力バトルアニメです。第5位、銀魂、坂田銀時。普段は死んだ魚の目をしており、脱力感があり、スケベで、さらに鼻くそをほじるなど、ジャンプ作品の主人公とは思えないキャラなんですが、実は上位四天王の一人、銀髪の鬼白夜叉と恐れられ、作中屈指の剣術の実力を持つ伝説的存在のキャラです。やるときはやる系の主人公で、めちゃくちゃかっこいいと思います。第4位、ワンパンマン埼玉。普段はスーパーの特売を気にするなど庶民的で、そんなに強そうには見えないんですが、彼の場合タイトルの通りほぼ全ての敵をワンパンで倒してしまうという作中最強のキャラクターです。規格外の強さで実力を隠すというよりは、本気を出せる場面がほぼないという方が正しいかもしれないです。本気を出した姿がぜひ見てみたい主人公最強バトルアニメです。第3位、魔法科高校の劣等生、柴達也。作中屈指の圧倒的な力を持っており、分解と再構築を駆使し、規格外の破壊力のマテリアルバーストや自己修復、さらには水上を走る、空を飛ぶこともできるなど、デタラメな強さを持っています。ぜひアニメを見て、さすがはお兄様と思ってほしいおすすめアニメです。第2位、ようこそ実力至上主義の教室へ、綾小路清隆。実力隠しといえば真っ先に思いつくであろう作品で、主人公の綾小路清隆は洞察力、観察力、発想力、理解力など思考に関連する全能力が比類なきまでに異常発達しており、もはや測定不能、さらに身体能力も高いです。彼は普段は目立たないように振る舞い、陰ながら物事を処理し、相手を返り討ちにしていきます。才能を隠すにも卓越した才能がいるということで選んでみました。1位に行く前に、チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。みんなのおすすめもどしどしコメントにお願いします。あと普段秋アニメ紹介だったり、いろんなアニメを紹介してるんで、よかったらまた見てください。はい、ってことで第1位はコードギアス反逆のルルーシュ、ルルーシュランペルージュです。絶対遵守のギアスの力を手に入れた彼は、仮面をかぶりゼロと名乗り、周囲には実力を隠しながら、持ち前の観察力と超人的頭脳で目的を遂行していきます。ちょうど10月に15周年記念で、 TBS 系列のアニメイズム枠、あの金曜の深夜ですね、放送予定なんで、まだ見てない方はぜひ見てみてください。次回、作画。さてこの次もサービス。それでは皆さん、またね。